前300円で販売しています。三塁側2階コンコース1段ゲートを中心のファイナルコンコース、ぜひご注意ください。
かして
中は待って言われた、待って言われた、ちょいだろ、じゃあ1から無視されか、1からじゃあメヒアで、メヒアで、ありがとうございました。銀次郎メヒア、メヒア、いいところついてきましたね。メヒア選手すごい難しいですよ。そこやってみましょうか。じゃあ、どうぞ。動画でさ、ここに立って俺分かってなんじゃねえ。メヒア
さんで作り上げていきたい曲いきたいと思いますので、皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、それでは皆さんで私たちの球団歌歌いたいと思いますので、たくさんいらない？20分超えた。いる？いらないね。じゃあ皆さん大きな声で歌ってくださいよ。辛い試合もあると思うんだけど、ジャイアンツファンの皆さん、ここに今日ね、球場に代表して足を運んでくれてる皆さんと、文化放送で今、和美さんのラジオを聞いた人と、あと今日 BS ファンで見た人、みんなの勝利だと思うんで、全国の全ファンに拍手。もう実況に来たね、力を負けることないんだけど、ダメ。やばい時もあるかもしれないんですけど、マジでせっかく北海道自分来たんで、家族とか関東から来てる方もいっぱいいると思うんで、九州から来てる応援団もいるんでね、明日も絶対取りたいと思いますので、大きな声で明日も帰ってこい。誰もいないかやろう。これからね、もう大人しかいないって言っちゃうけど、まだまだ騒ぎたいところではございますが、これから会の都合がありますので、ラッパは弾けないんですけど、皆さん心の中で参加してください。それで明日ね、絶対かと10時になってもね、太鼓叩けるんでね、10時やあり、あんま今日は締めたいと思います。明日もみんなで西ができるように、明日がライオンズと勝利と、ここにいる皆さんで優勝を見ましょう。決断だし、ずる休みしてきたラン
クワンの人入れてるんだけど、でもだから YouTuber やめて。明日も日付でやっといてください。あ、でもいいぞいいぞ、ユースやっちゃったし。じゃあね、明日も絶対勝とう。じゃあライオンズファンの皆さんの、全国のライオンズファンの皆さんもね、多分俺のよう聞こえないと思うんだけど、全国の皆さんの分までやりましょう。皆さんのうちのようなお手合いの口よーい。ファイターズファンの方もいっぱいいると思うんでね、仲良くお願いしますよ。